里崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあということで、はい、もう終盤戦です。はい。今日はですね、ヤクルトと西武です。はい。というところで、はい、ヤクルト。ヤクルトからいきます。まあヤクルトもね、いい形で交流戦が、5位。まあ、5位なのにセ・リーグ4位だからね。あ、阪神、DeNA、中日、ヤクルトだから、はい、10勝8敗、ね、貯金2。あ、貯金2で、うん、まあでもいい形をね、はい、まあ、上についていってね、うん、そうですね、いい形 でしかも今現状3位、3位ですよ ね、あ、2位、2位に巨人とゲーム差なし、タイだ、うん、タイ7ゲーム差でね、はい、いい形でいいですね、上に来ましたね、うん、そう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 、やっぱりその打線がね、うん、山田哲人がここに来てね、はい、ホームラン打ち出したり村上、うん、でオスナ・サンタナが来てから一気に強くなったね、はい、初めはやっぱオスナ・サンタナ来てなくて、うん、もう1番から村上までの4番でなんとか点取るか勝負やっていうところだったけども、うん、その中で、まあ、オスナ・サンタナが来て下位打線まで熱くなって、うん、まあ、2番に中村入れたり、あと塩見の活躍、はい、で青木、山田、村上、オスナ・サンタナと揃ってますね、ああ、で終盤に後ろに西浦とか、うん、で代打が来た川端とか、うん、非常にね、はい、で守備固めの山崎がしたりとか、うん、非常にいい形の野手、うん、攻撃力、うん、出てきてるんじゃないのかなっていうところでね、はい、ヤクルトチーム打率2割5分1厘、まあ、あのセ・リーグ4位だけども、まあ、3チームが2割5分4厘で1位に並んでるんで、うん、まあまあそこまで大差ないですよね、はい、でホームラン数が、63本は、うん、セ・リーグ3位で、なんて言っても、うん、得点圏、打率2割4分ここもセ・リーグ3位と、うん、非常にいい形で、はい、頑張れてる、うん、であとは盗塁7割6分5厘の成功率はセ・リーグに阪神について、はい、非常に足もね、うん、絡めながら、うん、で代打成功率は2割8厘と、うん、セ・リーグに、うん、まあ、ここは多分川端とかのね、はい、あのところが大きいからと、でもちょっとエラーが34で多いんで、こう無駄なミスはね、はい、減らしていきたいかなっていうところはありますけども、非常にいい形の攻撃はできてると思うんです、うん、はい、課題は投手陣です、はい、防御率 3.81 はセ・リーグ4位、うん、しかしながら先発防御率 4.08、救援 3.45、 救援はいいんですよ、うん、2位で、なんといっても先発のクオリティスタート率、はい、37%、 もうダントツ悪い、もう6回投げ切れてない、はい、3失点で完全に、じゃあもう先発っていう感じですね。で援護点は 4.50 と阪神に次いでセ・リーグに、はい、だ援護点はしっかりしてくれてるんだよ、はい、でもそれ以上に失点してしまうと、失点だから先発、うん、だから先発で、これも市川がめちゃくちゃいいピッチング、はい、ソフトバンク打線も、うん、しっかり抑えて、はい、で小川、うん、田口もいい感じで、はい、でこっからだね、うんうん、あとはこう、あ、高橋奎二がいいピッチングです。この間、そうですね、この間ね、うん、誰かがなんかすごいいいアドバイスしたらしくて、あれなんかこのコメントなんか違う動画でも見ましたよ。言ってた、うん、なんか誰かがすごいいいピッチング、うん、なんかあんまりコース狙うのと、うん、あ、もういいから力強くやみたいな、はい、すごいなんかアドバイスしたらしくて、うん、まあ、それを聞いてたか聞いてなかったかは知らないけども、はい、なんかある情報によると聞いた、うん、聞いてたらしいのね。ああ、そうなんですね。そう、なんかあの、うん、トモチンっていう方の情報によると、なんか聞いてたらしいんだけども、はい、うん、まあ、それが生きたのかどうかわかんないけども、すごいピッチングしてね。うん、よかったですね。うん、まあ、どなたかのアドバイスが聞いた可能性が高いと。そう、うん、聞いたのかな、うん、それ誰かはわかんないんだけどね。ああ、わかんないんですか。うん、そうそうそう、トモチンっていう。里崎っていう人のアドバイスじゃないんですか。あの可能性もあるね。あれ、そうですね。うん、あ、俺かな。そうじゃない。良かったですね、うん、でも本当にお喜びですね。うん、そうそう、なん電話が鳴っているけどもうここは切っといて、はい、で、うん、スワレスがちょっと状態が上がってこないっていうところとね、うん、であとは奥側がね、うん、投げてるけどもちょっと防御率 5.45 と、はい、ちょっと安定しないっていうね。だからもう先発はね、うん、石川もずっとローテーションを守るっていうのはなかなか難しいから、はい、まあ小川、田口、まあ、そこに次ぐ誰かがね、やっぱ先発もちょっと頑張って、はい、でリリーフもマークが多いんだけど、その前にちょっと清水が最近ちょっと不安定で、はい、ちょっと心配、はい、石山がリリーフになって、だからその、まあ、マーク君もたまにやらかすんだけども、うん、後ろももうちょっと盤石にガチってなってくるとね、うん、非常にいい形になってくるかなっていうね。そうですね。でも打線がえげつないからね、はい、だから先発がもうちょっとこう安定したら、そうそうそう、すごい上に上がってきますよね、うん、でもそれはもうね、ヤクルト毎年言われてるの、毎年そう、そう打線はすごいって言って、うん、もうピッチャーしないっていうね。じゃああれなんか動いたらいいんじゃないですか、トレードとか。うん、そうだね、うん、先発か、先発スワレス、バンデンハーグ移動に、そこをどうにかした方がまずいいんじゃない。そうですね、そんなお金ないでしょ。そうですね、結構お金使ってると思う、うん、
そうですね、うん、だからそこはまあ先発どうにかしたいね、はい、でも先発がそこをうまくはまれば、うん、ひょっとしたらね A クラスっていうところと、うん、あと阪神へのチャレンジ権の一番手になれる可能性あるんで、はい、そういった意味ではまあ課題がはっきりしてる分ね、うん、やりやすいっていうね、うん、ところはあると思うんですよね、はい、まあでも打線は本当にいい感じになってきたんで、まあねこれ高橋奎二が受賞したらどうする、うん、ねどうするっていう、またトムチューブとまたコラボだな。あ、その時私は呼ばれないですからね来たい。あ、よ、え、トモチに会いたい純粋にトモチに会いたい会いたいの、会いたい、うん、じゃ言っとこうね、うん、ミーハーか会いたいじゃないですか、だってトモチすごいデレデレしてましたもんね。覚えてないです。俺もちょっと覚えてないけど、わかんないです、うん、普通だったよな。いやなんか かわいいなっていう感じすごい、なんかねえともいちいみたいな感じでしたよ。それはちょっとひがみ入ってるよな。いや別に何もひがんでないですよなんで私がともちに抱いたいですから。そうだ、はい、俺もともちんだよ。ともやだから毎日会ってんじゃん。確かに毎回会ってんじゃんともちんに。このともちんじゃなくて、このとも俺もともちんやろ。かわいいともちん、俺もともチューブでもいけるから。だって確かにそれそうですよ、ともだから。あ、じゃあこの間ともちんコンビだったんですね。そうそう、だからともチューブでいけるから、はい、俺もトムチューブ かわいいですね、うんはい、さあということでね、はい、だからヤクルトはそこだね。そうですね、はいはい、で続いて、うん、西武。西武はね、うん、あのまあ、交流戦ね、はい、ちょっとまあ最後踏ん張って6勝6敗、うん、5割、はい、っていうところで、まあ、あと残ってますからね試合が、うん、でまだ残ってるからね、うん、ここやったら貯金作れるから、はい、そういったところでもね、まあ、ひょっとしたら5位にね、あ5位だけど今4位に上がれる可能性もあるし、はい、今 A クラス3位オリックスまで2ゲーム差なんでね、うん、そういった意味ではあのコロナでね、まあ、源田が絶好調の源田が、はい、コロナ でニールが濃厚接触者になったり で、はい、で怪我人バンバン出たりっていう、うん、あの非常事態で正直今の状況にいることが逆にすごい保っててますね、うんうん、その要因はよ、愛と、はい、ウーネンティングで、はい、山田、うん、この頑張りがすごい。なんか若い力がね一気に勝ってきた、うん、きますね。でその中でよ、秋山のな、うん、若林が埋めますって言ったところで怪我、うん、本当にね、はい、その怪我が、うん、岸が埋めました。はい。すごいね。ね、若い選手いますね。うん。うん、だからそういった意味ではこの野手陣の頑張り、うん、しかもこう走塁力、うん、あとはこの勝負強さ、うねんってなって今4番だからね。はい。そ知ってる？俺もウデンティンがすごいのは俺はもう前から知ってたわけ。あ、そんなこと言ってました。トレードに出した方がいい選手で、西武はウーネンティンいい選手だから、あの使われないんだったら、うん、使ったら絶対良くなるから、はい、トレードに出した方がいいって言ってた、うん、言ってましたね、はい、知ってたね。俺ウーネンティンがすごいっていうの。でもトレードじゃあ西武は出さなくてよかったですね。そうそうそう、でも、ね、うん、これもよ、はい、知ってる、うん、殿崎と山川が怪我したから、はい、うん、ウーネンティンレギュラーで出れたのよ。あ、確かに。これもし怪我してなかったら、うん、まあ出れたかも分かんないけど、はい、こんなバンバン毎日レギュラーに出ることは多分俺はなかったと思う、ね、うんうん、だから逆に言うとウネンティにとったら、うん、この怪我は超ビッグチャンスだったね、はい、でそれを掴んだことが素晴らしいけども、うん、はい、次の問題出てくるんだよ、はい、今もう山川復帰してるけど、はい、殿崎も練習始めたっていう情報があるから、うん、殿崎復帰してたら、うん、こうウネンティどこ行くんやろっていう。そポジション どっか行けないですか。だってまあね、うん、源田が帰ってきます、はい、でショートですね、はい、で、サード、うん、おかわりくんいま す、はい、いますね、もしおかわりくんが DH の場合は、うん、スパンチェンバーグいます、はいはいはい、で、でもしあのでレフト、うん、スパンチェンバーグいます、はい、もしくは栗山、うん、センター岸、はい、でライトがアイト、うん、DH に栗山行く可能性もあるし、ウデンティンどう使おうかっていう。あ、そうですね、なんかがっちり固定で日替わりとかになっちゃうかもしれないですね。そうそうそう、でもリズム崩したくないじゃんね。そうですね、うん、だからここまた嬉しい悲鳴だね。まあそうです、層が厚いって意味ではいい。そう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 、だからそういった若手の選手たちが埋めてるっていうところでここまで踏ん張る。だって広島みたいによ、グワ落ちてないじゃん、はい、ここがすごいよね。5割ですね今の、うんうん、でニールがね、はい、この濃厚接触者で帰ってきてて、うん、で日曜日にいいピッチングしたし、うん、ちょっと高橋コロナがこうやってきてちょっと今こう下がり気味だからどこまで踏ん張られるか。髪ってどうだったんですか。え、切った。あ、切りましたっけ。負けだから。そうかそうか、はい、であとまあ今井、うん、ちょっとリリーフがね、うん、ちょっと松田がいなくなって、はい、まあ、平が今もう爆心中。いやすごい、でもそこまで持っていくのに、うん、ちょっとバタバタバタつくのよ、はい、宮川君が、うん、ちょっとあの請求が荒れて、はい、いい球あるんだけどね、うん、でギャレット、はい、ここがこの救援陣、うん、いいよ多分、僕こう数字だけ見たらめっちゃいいと思うよ、はい、だってあの
平が0点台だからね、はい、あの数字だけ見ると西武の防御率救援が 3.98、 そんな悪良くない、うん、平がいるのに、うん、そうですね。で先発防御率が 4.13、 うん、投手陣だね、うん、打線 2.49、 うん、まあ、打線もそんな言うほどめちゃくちゃ良くないわけだから、よく踏ん張ってるよ、だバランスで保ってるわけですね、うん、そうそうそう、しかも選手がいないのに保ててることがすごいよね、うん、はい、だからあとは上がるだけよ、うん、帰ってきたら。だから西武がひょっとしたらかき回すかもかな、あ、一気に勢い増してくる可能性がある、うんうん、あとはもう使い方のね、はい、辻監督のこのウネンティンを含めた、はい、そういった意味では面白いね。うん、若い選手いっぱいいますからね。だって怪我でコロナで、うん、ダブルパンチ食らってんのに、はい、うん、ダーって落ちてないところがすごいし、うん、まだここから上がり目出てきている感じもすごい見てて面白いよね、うん、まだ半分試合あるわけですよね。そうそうそう、うん、でね、袴さんよく言うけどパリーグは詰まってるから、はい、あの西武ね首位まで4ゲーム差だから、あ、そんだけしかないのか。そう、3位まで2ゲーム差、はい、首位まで4ゲーム差だから、ちょっと連勝すればすぐ A クラスだから。だからどのチームが優勝するかまだまだ分かんないですね。だから西武すごいのよ、こんなバタバタしてるのにまだ首位と4ゲーム差よ、はい、巨人、ヤクルトと阪神よりも少ないのよ、約半分よ。本当、ね、セ・リーグの1位と2位の間に何5チームくらいが決まってるわけで、そうそうそう、だからそういった意味ではちょっと西武がね、まあ、オリックスが台風の目の一番だけど、はい、この西武もこうかき回す選手が戻ってきたっていう、はい、交流戦明けからグワッていくっていうところでちょっと楽しみですね。だヤクルトはね、はい、今2位にいて、うん、こっから先発だから、ヤクルトと西武はちょっとかき回す感じに、はい、うん、これ交流戦明けになるかもわかんないね、うん、まだまだこれからって感じしますね、うん、楽しみですね、はい。